はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでスケッチカード大好きさんからご依頼です。はい、CZX を一つですね、よいしょ、入金確認もできました。で、明日発送いたします。はい、6パックね。よいしょ。はい、3、4、6パック。はい、じゃあね、1パックずついきます。スケッチカードさんはスケッチカードのいいやつが出た方がいいどうすかね。はい、まずはこれはスターパワーのパラレルかな。はい、アロの女性の、はい、ウバンバンミヤさん、105尻ですね。はい、ここが赤が通常でシルバーが105、ゴールドが55。ワンファンあるのかな、ちょっとわかりませんけど、はい、っていう感じですね。まだ見てない。はい、レギュラーの125シリ赤パラレル、真ん中の人はサイン書いてないのかな。ちょっとね、どのあたりが書いてるのかな。あ、これ赤く光ってるのはスターパワーの通常フラッシュ親父、はい、初代ね、レジェンドです。はい、うん、これはサインカードかな。はい、誰でしょうか。あ、真ん中のやつだ。これはウルフマンさんなんですけど、これライターか監督さん、ちょっと今日ね、3回目見たんですけど、調べようと思って、PB が忙しいから調べてないんですよ。これただ出演者だと、その返信前返信後とか2種類あったりするんですけど、多分これ1種類しかないんじゃないかなと思います。175だけのような気がします。はい、うん、で監督さんとかだったらいいよねって話でね、思ってたんですけど、調べてないですよまだ。うん、はい、とりあえずサインが出ました。はい、さあ、スケッチっぽい、スケッチカード大好きさん、スケッチカードいいとこ、スーパーマンっぽい、ちょっと寝不足？あ、怒ってる？あ、ピヨーンって出てる！おお、はい。ね、光線出してます。激おこスーパーマンですね。はい。いや、かなりいいと思いますよ。うん。めっちゃ出てます。うん。なるほど。はい。で、こういうシーンとかね。うん。ダン・リベロンさん。でいいのかな。はい、うん、サインも丁寧。はい、スケッチ、あ、やっぱりスケッチはね、ピンキリなんですけど、かなりいい方かと思います。はい、しかも、うん、いいですね。スケッチは全部ね、指定されてるんです。どの場面を描く、だから皆さん同じようなアーティストが同じような場面を描いてるんです。ただそれはやっぱり著作権があるので、下手な想像でポーズとか書けないですよ。はいね、なんか同じようでつまんないって言われる方もまあ分からなくはないですよ、分からなくないですけど、大人の事情の著作権という法がありますので、はい、それを守ってメーカーさんもちゃんと発売してますんで。最後コスチューム、
クラーク・ケント。これはスーパーガールのクラーク・ケント。で、多分このワイシャツっぽいですね。はい。ね。はい。ということで、サインとスケッチとコスチュームが出ました。はい、これがちょっと分かりませんけど、マーブさんが。はい。あとはスーパーマン、スーパーマンでしたね。普段こんな感じですけど。怒るとピヨーンって出るよっていうね。はい。注意されちゃうよねっていう。なかなか味がありますね。これね。うん。子供の頃衝撃的でしたからね。すごいと思いましたよ。はい、映画。初代のスーパーマンね。はい、じゃあポーカーやります。はい、じゃあ右側お客様参加をします。ワン、ツー、スリー。お、11のアペアですね。ジョーカー来ました。はい、ワン、ツー、スリー。あ、負けた。はい。今日結構ね、店長強かったんです。自分で言うのもなんですけど。はい。ということで、車号ね、一つつけてお送りいたします。はい。ありがとうございました。またよろしくお願いします。